動画のご視聴ありがとうございます。旅する疑問の私です。コメント高評価チャンネル登録お願いします。さて、現代地野岩鉄道の川尻元駅、多分1年ぶりに来たかもしれません。こちら側が会津方面、画面向かって左手の方が東京方面、浅草からたった1本でここまで来れてしまうというの便利さがすごいですよね。野岩鉄道はホットスパラインともいまして、停車駅ごとに温泉があるというのが魅力の一つなんだそうですね。今回僕はこの川尻湯本を最寄り駅とするホテル3150円で予約しました。この雨の中なんですけれども、歩いて向かいたいなと思います。ホテルの設備面、そういったものもご紹介できればなと思いますので、ぜひ最後まで見てください。では今回の旅も始めていきましょう。ここで計算をするようなんですけれども、どうやら誰もいらっしゃらないようです。5時半を過ぎてしまったので、駅員さんもいないみたいです。東武線のフリーパスがあれば、ここまで別途運賃を支払わなくても来ることができます。こんなすごいことが普通に起きてた場所なんですね。そんな川尻湯本を何の知識もなく、僕はこれから歩いていきます。ここ足湯みたいですけど、どうやら今日は終わりのようですね。というわけで、こちらが今回お世話になるリブマックスリゾート川尻というホテルになります。建物の外観こんな感じになっています。実際に今回利用させていただくホテルのお部屋の紹介をさせていただきたいなと思います。行きましょう。ロビーはこんな感じになってます。今までの中で一番豪華かもしれない。ちゃんと自販機もあります。4階に向かいます。こちらですね。すごいな、椅子が置いてある。ちなみに部屋はここです。中開けてみます。こんな感じになっております。大きい方がいいですね。鍵を開けます。開きました。あ、これすごいなぁ。これまで泊まってきた宿よりも高級感あるなぁ。そう、これがお部屋用のお手洗いですね。洗面所もこんな感じになってまーす。ここにはボディタオルもついてたんで、これでお風呂もいけますね。これからクレンジングオイルとか入ってますね。これは女性にはありがたい。ここにポットもあります。
冷蔵庫もついていて、中身は空っぽです。ここがクローゼット。ここに一回崩しちゃったので仕分けちゃって申し訳ないですけれども、部屋着とバスタオルとタオルありました。早速使わせていただきます。これが靴箱。今回特にこちらから何かリクエストをしたわけではないんですが、富山旅行編中型見返してくださいと開けてみます。ドアオープン。見えますか？見事な和室。見てください、和室だ。すごいですよ、この和室。この襖を開けると布団が入っている。テレビもある。エアコンもついてます。だいぶ汗をかいたのですみませんが20度で設定します。ただいま冷房状態で、スイングさせましょう。エアコンがスイングしている。素晴らしい。でね、もう一つ見ておきたいものはありませんか？この障子を開けたらどうなるのかご覧ください。障子のオープン。ここにもくつろぎの空間、そしてレースカーテンの向こうには川地温泉の温泉街がふわーっと広がってます。では思いがけずひどい雨の中たくさん歩き回りました。疲れも溜まっております。温泉浸かりたいなと思いますので、こそっとね、温泉レポート頑張ってみます。というわけで部屋着に着替えてみました。ボトムスはこんな感じですね。ほいほいほい。これでくつろぐ準備はできました。お風呂に入って今日の疲れを取っていきたいと思います。行ってきます。大浴場こっちですね。自販機もあります。こっちにあるみたいです。ちなみに時間制で男性はこんな感じになってます。展望風呂さんが大浴場坊さん、こちらですね。入ります。非常点はここに預けられるみたいです。これで鍵を閉めました。いよいよこのチャンネル初めての大浴場とご対面です。できるだろうか、やらないとわからない。あーすごこれが浴場です。あー入りたい。入りましょう。大浴場にある洗面所はこんな風になっています。ドライヤーもありますし、こんな風にアメニティも整ってますね。今の感染症の影響で4基ある洗面台は2基しか使えない。マスクマッサージ機とフットマッサージはあるみたいです。あっちのマッサージ機はメンテナンス中なので、ちょっと2つ体験していきましょう。まず足をかけて、これが電源。普通お金取るところは多いですけど、ここは入湯税の中に入ってるみたいで、無料で使えるみたいです。じゃあこちらの大浴場を堪能できたので部屋に戻りたいと思います。今回の動画はどうでしたか？コメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。